目指せポケモンマスタージハーディータカシです。今日は鉄の輪立ちを使っていく。というのも俺、玄関機を最強の先発ポケモンはこの鉄の輪立ちじゃないかという仮説を持ってるんだよね。今のランクマの傾向として先発ポケモンの特徴は2パターンあると思っていて、一つは高速高火力アタッカーで11交換以上の対面勝負を仕掛けてくるポケモン。具体例としてはパオジアンやウーラオス、鉄の包みあたり。2パターン目は電磁波による妨害起点作成。具体例としては羽ばたく神やドラパルト。特に最近の羽ばたく神は誰かで構わず見境なく電磁波打ってきやがる。というこの2パターンの先発に出し負けることなく、かつステルスロックを負けるポケモンとして行き着いたのがこの鉄の輪立ち。ブーストエナジー込みの高い素早さと素の物理耐久の高さによって先発アタッカーに打ち負けないし、地面タイプ持ちなので電磁波の起点にされることもない。最悪ウーラオスとタイマン張れるようにテラスタル草を採用してる。この鉄の輪立ちであれば玄関機を対外の初手対面でアドが稼げると思うので、まあ、ランクまで検証していきたいと思います。では行きましょう。マッチングしました。 SO さん対戦お願いします。だいぶオリジナリティのあるパーティーだな。まあ、こういうパーティーを使うやつがやっぱ勝てるような環境であってほしいと思うよね。バカみたいに海竜使って生きるだけの脳なしと違ってな。パーティーとしてはキラフロル、鉄の神戸、パルデアケンタロス、ブレイズシュ、ウェーニバル、サーフゴー、そしてオーロンゲという構築なんだけど、まあ、これ輪立ちの先発が結構刺さりそうで、鉄の神戸、てか下3枚の特殊アタッカーはもう全員輪流で受けよう。で、あと上の物理どもは、いいね犬でいいんじゃないの。これでいこう。相手の先発はキラフロルからか。これ地面技4倍弱点だけど大丈夫かな。まあ、相手は相手で大地の力あたりのサブウェポンを持っていれば、一応鉄の輪立ちに対する打点は存在することになるけど、パワージェムとか、まあ、岩技4分の1だし、ヘドロウェーブに至っては無効だから、全くやれることなくないか。有利対面すぎるんだよな。タスキを持ってる可能性は高いと思うけど、ま、さすがにここね、ちょっとステロから入りたいわ。相手もステロ巻いてくるんじゃないの？さすがに。で、多分だけどタスキなんだよ。ここ動かしてこれるってことは、タスキだと思ったけど違った。大地の力。普通にぶっ破してきてるわ。いや、輪立ち1を残すか。輪流に交換すればここって十分受けが効くから残していいわ。ここね、初手地震とかアイアンヘッドとか打ってしまってると毒菱が展開されるから輪流出しづらくなってたんだけど、いや、あとキラースピンとか持ってる場合はステロ巻いた意味なくなってるか。いや、ただそれは打てないはず。え、なんだこれ。あー、なんだこれ。まあ、なんだろう、地震を食らいたくないっていう、地震を半減で受けてっていう考えなんか。でも特防弾うぜえんだよな。なんで毎回毎回これを引かねえといけねえの。俺はなぜこれを毎回引かされてるんだ。とりあえずカタストロフィーからキラースピン打たれていく。いや、もう普通に初手だったら普通に殴ればよかったよ。だったら、こうなるんだったら何の意味もねえわ、こうなってしまうならね。で、しかも毒るんだよな、これって。何これ、レッドカード。まあ、どっち引いても毒菱は無効だよね。どっちを引くか、輪立ちか。だったらもっかいステロ巻くのはあり。いや、いいや、相手で殴ろう、これはもう。殴るわ、こうなっちゃうんだったら。いや、倒せないでいく。で、まあ、毒菱は裏のイーネイヌでリセットできるから、まあそんな問題じゃない。そしてひるんで技が出せないでいく。ごちそうさまです。これ相手でよかったよね。まあ、そう、キラースピンがあるからな。キラフロルってこの辺りいいポケモンだよね。で、これイーネイヌを後ろから出せば毒はリセットできるけど、まあ、する意味はないか。もうディンルー毒ってるしね。ウェーニバルがこれ地震過剰の起点にしようとしてるから、なんかイーネイヌに交換するわ、素で。まあ、イーネイヌが多分アクアステップとか余裕で耐えると思うよ。で、毒菱はこれ消えていく。アクアステップを受けながら、まあビルドで起点にしていけるんじゃない。ビルドアップ打ちましょう。え、ウェーニバル引く判断早っ。ああ、サーフ号ね。であれば、まあディンルーを出さないといけないけど、ディンルーが毒ってんのがちょっと気になるよね。相手はもうテラス枠を消費してるから、まあ、一回輪流出してできるだけ削って、スカーフじゃなければ鉄の輪立ちの地震も上から通せる。イーネインヌがいないと多分この試合はウェーニバルで積むから、絶対温存
すべき駒なんだよな。ここはまあゴールドラッシュ打つんじゃない？さすがに。シャドーボール打つ意味がないっしょ。あートリックか。まあそれどっちでもいい。いや、むしろこれトリックしてくれてんの助かるくない？だってこれスカーフでしょ？スカーフであれば、鉄の轍が上から行動されることがないから、まあ、上から地震打てるっていうことになるぜ。で、これね、カタストロフィー打つかちょっと悩むけど、地震でいいと思う、普通に。まあ、ここ、まあ、引かれるのは、まあ、全然いいとして、全く問題ない。どうするかな？もう一回 E ネイムで受けに行くでいいと思うな、これは。地震はこれ当然。多分半分ぐらい入るんじゃない？あ、むっちゃいいダメージ出てる。すんげえいいダメージ出てるわ。またアクアステップだよね。まあ、ここもイネイヌでいいわ。で、インファイト半減だから、まあ、ここはもう何を読むにしてもここはアクアステップ以外打てない。か、まあ、あり得るとするならばここで、ここで、その、ウェーニバル引き、じゃあ、サーフ号引きっていう手があり得るかなと思ったんだけど、これ、なんなんだ？で、これね、絶対これ、サーフ号引きなんだよな。だからここ、地団打つわ。絶対サーフ号引きだから。で、あの、サーフ号は突撃直帰を押し付けられているから、このように、このようにの見た目ではわかんねえけど。だから自己再生とかできないのね。だからまあ削れば削るほど、有利って話よ。イーネイヌがまあこれ以上、受け出し、ウェイバルに対して受け出しできないから、地震過剰一回起動されるのは、もう承知の上で立ち回らないといけないや。だからここ、輪流切りだ。輪流切りでいい。ギリでいいし、なんなら、ウェーニバルの上からも行動できるんだよな。鉄の轍が。だから、轍にテラスタル切るのもありかもしれない。気合玉？斜め腐った技打ってきやがって。舐め腐ってんじゃねえぞ。気合玉打ってくるサーフ後はもう加藤。威力ゼロの技打って、ドヤ顔してくんじゃねえよ。まあ、それしかもう倒す術がないっていう判断なのかな。これさすがに落ちる。落ちるけど、まあ、スカーフっぽいので、耐久には回していないから、まあ、地震で多分落とせる。鉄の轍の。まあそこの気合玉はなんかそれなりにリスクもあった気がするけど、まあいいや。うん、これ HB じゃなければ地震で絶対落ちるし、相手はもうテラスタル切ってるから、この相性関係を変えることはできない。これはまあもう、サーフ後切るっていう判断か。で、死に出しの、ウェーニバルで、まあ、アクアステップなり、まあ、地震過剰の起点にしてイーネイヌと勝負しようっていう判断だろうな。これは、素早さが俺が上なんですよ。で、ここでテラスタル草を切れば、相手の先制技のアクアジェットを半減で受けることができて絶対耐えるから、まあ、このテラバースと草で決着なんじゃない？仮にウェーニバルがスカーフ巻いてて上から行動されても、これで耐えるはず。いや、スカーフじゃなかったね。であれば、このテラバーストを耐え切ることはできまい。対戦ありがとうございました。初手の起点にも使え、最後の爪にも躍動する鉄の轍。なかなか現環境に刺さりがいいんじゃねえのか。マッチングしました。水木さん対戦お願いします。おい、下にヤバい奴ら湧いてんぞ。マシマシラとイーネイヌいるわ。キチキギスはどこ行った？いや、これはさすがに俺もイーネイヌを出して応戦せざるを得ないと思いますが、ただキチキギスのエスパー技がイーネイヌに対して4倍弱点なことには注意が必要。あとはまあガラルファイア、オーガポン石杖の面、レイジュランドロス、鉄の武人という構築。これはね、まあ、轍から入ってサイクルは牽制していく価値は全然ある。マシマシラに対して鉄の轍がそこそこ強えんじゃねえのかな。で、イーネイヌは、まあ、これは相手への敬意を表してさすがに選出せざるを得ない。ガラルファイア、と、あとまあその、マシマシラあたりはリンルーで見れないことはないが、鉄の武人が重くなってしまうか。武人はイーネイヌで何とかしますか？まあ、これリンルー出した方がいいとは思う。レイジューランド重すぎ。レイジューランド重すぎるわ。ごめん、これロトムにする。これでいこう。相手の先発はガポンか。これさ、鉄の轍に対して、岩技4分の1、ツタコンボ4分の1で草技、が倒倍か。まあ、そんな有利対面ではないと思うけどね。相手から見ても。一旦、一撃アイアンヘッドは打ちます。こいつ頑丈だから、とりあえず、この対面であればステロよりも、頑丈を剥がすことを優先するべき。ああ、さすがに引くか。ガラルファイヤー？なんでお前みたいなのが分けるんだ。それはどうかと思うわ。あ、なんかまあまあ。まあまあだ。
これはねステロは絶対巻きたいんだけど、特集系の今回はそうだ、リンリュを外してしまったからややこの対面は不穏さを感じる。まあ、一回ステロは絶対巻きます。これはもう後続のために絶対に巻くべきで、 なんだこのテラスタルは。炎テラスはまあ確かにアイアンヘッドは半減にできるけど、どうなんそれって必要だったか。いやまあ炎技でワンパンできるっていう前提だったらありか。あテラバースト持ってるわ。いやこれでも耐久に振ってるからガラルタギアごときの技だったらこれ耐えるよな、うん、いけると思う。こいつね特防が高いけど特攻がそんなにめちゃくちゃ高いポケモンではないんだよな。さっきのアイヘの火力的に多分地震で倒せると思う。ギリギリだけど、不意打ちすら耐えていく。おい鉄の輪立ち硬すぎんだけど、クッソ硬えじゃん。えガラルファイヤーって不意打ち剣盾時代から覚えてたっけ。優秀じゃね結構。いやガラルファイヤー可能性感じるな。ビジュアルがもう絶好調に好きだからガラルファイヤー。ああいうなんか新規習得技とかいろいろ可能性が広がってるんだったら使いたいな。でガポンか。電光石火はまあさすがに耐えないわな。ここまで来ると。まあ鉄の私は1匹ポケモン持ってってるし、なんならテラス枠持ってってるし、しかもこのガポンの頑丈も剥がしているので、まあ十分でしょう。電光石火があれば、これは撃たれてしまう。ああ、さすがにあると。まあこれを耐えようというのはさすがにちょっと酷だったか。まあ十分。相手の技枠一つ情報継ぎ出してるしね。じゃあここは満を持してイーネイヌの出番でしょう。イーネイヌ生き持って、これ草技も半減だし、これもう全ての技が半減なんじゃないの？この対面。もう絶好のビルドアップの積みの起点だと思うが。あ、ガポンを引くしかないと。おい、お前、イーネイヌにイーネイヌ出してきてんじゃねえよ。舐め腐ってんのか、お前は。いや、これね、毒タイプ捨てたくねえんだよな。で、俺は素早さ無振りだから、これぬ、まあ、相手が S に振ってたら抜かれちゃうわ。これ、地弾だとか打ってもまあ、大したダメージにならなそう。もう一回ビルドアップ積もう、ここは。冷凍パンチ。いや、これはさすがに舐めてないか。これ氷を狙ってるんじゃないの？もう凍らせて止めるとかしかなくなってるんだとしたら、俺のイーネイヌは隠密マント来てるから、その氷っていうわずかな勝ち筋は通させないぞ。この辺りから殴りに行くか、時短だとかで。叩き落とす撃たれるが、これもゴミダメージ。これも半減だからね。あ、ただ隠密マント奪われたから、次から冷凍パンチで凍る可能性が出てくる。ちょっとやめて、それは。あ、尋常じゃないダメージだ。まあ、これは有効急所。イーネイヌの物理耐久を考えると、これは有効急所。まあ、とはいえこれ、最後ガポンが残ってしまったらもう何もできないよね。ドレパンで全部もらうか。綺麗な3立てだったな。わだちで起点作って、イーネイヌで全員倒す。いい試合だ。マッチングしました。ポコさん、対戦お願いします。ウーラオス、オーガポン、石杖の面。サーフ号、銅。パオジアンという構築なんだけど、これ鉄の轍から入りたいか。まあ、ロトムは選出したいんだけど、まあ、だからラスワンイーネイヌ出すか、羽ばたくか、身を出すか。早いうちに、てかまあ鉄の轍とロトムが割と物理2枚に強いから、まあ、それ以外に強い羽ばたくかみのメガネ個体を選出するのはありなのかな。羽ばかみで行ってみようか。相手の先発は外流か。うん、誰でも彼でも、お前が後投げされてくる環境にはもう愛想が尽きてるんだよな。本当にもう飽きてるこの環境は。まあ、地震ごときだったら一発余裕で耐えるんだけど、どうしようね。ブーストエナジーが発動したこのタイミングをどう考えるか。これねステロから入るわ、どの道。ああちょっとその初手テラスも全然意味わかんない。テラ飛行型珍しいな。まあ、バカの一つ覚えみたいに全員テラノーマルばっかりだと思ってたけど、まだ残ってたんだ、テラ飛行型。まあでも普通に地震を撃つことは撃つのね。これはちょっとね、ハチマキ断定はできないけど、まあ珍しめの海竜であることに変わりはないわ。まあ、ここはロトムで十分受けが効くでしょ。こっからはステロ負けてるから、だから俺は、有利なポケモンに対して、なんだ、こう、まあ微妙な対面に対して有利なポケモンを投げてるだけで、相手がステロで勝手に削れていく状態。で、ここ地震なんだけど、まあなんかここを初手、そのテラス切ってきてるところとか、そのテラスタル飛行テラスタルを採用してる点から考えても、この海竜ってこだわりを感じるんだよな、ハチマキを。だからここ交換濃厚だと思うので、まあ、一回ボルチェンを決めましょう。あー違ったわ、全然違えやつだった。まあどっちでもいいわ。あーそうなんだ、こだわりじゃないのね。いいのかそんなことして。
ってなるんだったら、ここも羽ばたく神でいいかもしんない。弱歩、まあ、どうでもいいわ、勝手にしてくれ。うん、だったらまあ素早さが低いままだから、だからボルチェンで羽ばたく神につないで、で羽ばたく神のこだわりメガネでこの害悪ポケモンを殺せばいいんじゃない。まあさすがにこの残り HP から耐えてこないでしょ、羽ばたく神のメガネムンフォなんか。まあムンフォである必要があるかどうかっていうのは諸説ある。裏に通りがいい技がいいな。一応これムンフォじゃなくてシャドーボールにする。一応シャドーボールにしよう、これ温存の可能性ある。いや、キモ、アクアジェット持ってるわ、すんげえキモい海流だった。まあどっちでもいいわしね。 OK、 これで、まあ、一応 3V2 の構図が作れていて、でまあシャドーボでこだわってるからサーフゴーとか来ても一応まあ技の一環は取れてる。お、どうか、どうか、はいはいはい、どうがいるんだったら、いやここ何言ってくるかちょっと怪しいんだよな。毒毒はわだちに打ちづらいだろう。で地震はロトムの存在を考えるとちょっと打ちづらいみたいなところもありそう。まあわだちかな、出すとしたらここは。まあメガネシャドーボールで押し切るもまあなくはなかったけど、まあ毒毒だったんで、まあここは鋼タイプが光ったケースになって、地震打てばいいけど、ここって相手からも地震が飛んでくるんだったら、まあテラスキルもまあなしじゃないけど、いいか、いいな、地震でいいわ普通に。あ、どう引くんだ、なんだこれ。あ、ウーラオスか、スカーフか、まあタスキかパンチグローブあたりがアイテムの候補にはなるんだけど、あ、いいダメージ入りますね。ただね、こいつのアクアジェットもうおそらく羽ばたく神が耐えないんだよな。ロトムがどうに役割持てないから、まあ、一番いらないのはロトムなんで、ロトムを切り気味に動くけど、多分相手水流連打になるんじゃねえの。インファだったらわからんな、どっちを打ってくるか。おお、トンボ返り、はい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 、なるほど。ってことはこだわりを感じる、こだわりスカーフ濃厚だから、だから、羽ばたく神が上を取られる可能性があるという前提で動く必要がある。でここは相手毒毒しか打てなくないか。ただわだちバックをさっき見せてるから、なんか違うのの可能性もあるんだよな。まあそれでももう一回わだちバックかな。ちょっといや最悪わだちが死んでもギリギリなんとかなると思うんだよな。羽ばたく神とそのウーラオス残ってれば、ウーラオスじゃねえ、ロトム残ってれば。でここ地震はね、まあ、ちゃんと読んでますね。鉄のわだちに交換して受けに来るっていうのをちゃんと読んでる。羽ばたく神でこうなるとサイコショックの一環が取れてるから、サイコショックをガン連打すれば良くなってるんじゃないのかなと思いますが、どうでしょうか。さあメガネサイコショック、まあ特防ぶりでしょ、おそらく結構いいダメージは入る。お盆だる、それはお盆だるいな。でも毒毒なんだ、なんで地震じゃ倒せないってこと。守るあったらだるいな、だるいけどもうテラスがないから、守るワンターン絡められても多分これ耐えるよね。じゃあこれサイコショックの一環作って終わりじゃないか。ああ守るはないんだ、さすがに。まあ銅はね、ステロとか自己再生、地震、まあでも毒毒地震とまあ自己再生は切らないだろうから、あと一枠を守るに割くか、あともう一枠何に割くんだ。てかこれ勝ちだよね、勝ち確だよねこれって。相手羽ばたく神を上から倒そうと思ったらアクアジェット打つしかないけど、アクアジェットで一生ロトム倒せないから、まあちょっとこだわり前提だけど、トンボ返り持ってるウーラオスなんかも絶対こだわりだから。ああ水流連打こだわってくるんだ。まあこれどうだろう、これロトムを受け出した方が良かったのかな。一応ゴツメダメージで死ぬから、いやまあ別に必要ないと思うわ、ゴツメダメージで絶対削り切れる。まあこれで今あのこだわりじゃなくてインファイト飛んできたらもう相手がうまいとしか言えない。あ水流連打だよな、さすがにそういうことだ。で、まあ、スカーフ確定なんで、羽ばかみの、あ違う、羽ばかみの上取られた時点でスカーフ確定なんだ。だからインファイトが飛んでくる可能性とか警戒する必要なかったね。はい、対戦ありがとうございました。まあいいサイクル回せたけど、ちょっと銅が重いか。ロトムがゴーストテラスより鋼テラスの方が安定したりすんのかな。ちょっとこの辺りは悩ましい。ウーラオスの存在があるから鋼テラスタルが刺さらないケースも全然あるんだよな。ここはねちょっと考えどころですね。ということで今日はここまでかな。今回の鉄の輪立ち、
まあ想定していた通り、先発ポケモンとしてなかなかいい働きをするポケモンだと思うわ。まあ唯一苦手なのは、ウーラオス。ウーラオスについては、打ち勝とうと思ったらテラスタルを強要されるから、まあだから逆にウーラオスに安定して受け出すことのできる引き先を用意してあげるのが、まあパーティーとしてのバランスがいいのかなと思う。だからそれこそ、北上の里で新たに発見されたあいつとかね、ヤバソチャとか、ヤバソチャはもう滅法ウーラオスに強いと思うから、まあ、だからヤバソチャと鉄の轍組ませるとかはいいパーティーだと思う。まだ耐久調整とか、技範囲とか、ちょっと調整のしがいはあるポケモンだと思うから、まあ、よりいい、鉄の轍の改善案とかあったら教えてほしい。で、このなんだこの回転の仕方は。これはさすがに雑すぎるだろ、この移動方法として。移動方法おかしいわ、このポケモン。そんな感じだ。以上、ご視聴ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめくれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。